こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはサークルクロス、イエローイレブン。この馬も好スタートを切りました。ハッピーデザート前に行きそうです。マジックアイズそれに続いています。さらにはサークルクロス、4番カワチソレイユ、その後ろアフリカンシャープ。後方から先頭に戻りましょう。サークルクロス先手を取りました。内からはハッピーデザート、その隣にマジックアイズ、その横にニューアレグロ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでイエローイレブン先頭に変わりました。2番手はカワチソレイユ、絶好の手応えです。ハッピーデザート、3番手カワチソレイユ、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はハッピーデザート、マジックアイズ先頭、2番手はサークルクロス、あと 200m マジックアイズ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。サークルクロス食らいつく、マジックアイズ先頭だ。マジックアイズ、マジックアイズ1着、2着にはどうやらサークルクロス、勝ったのはマジックアイズ、見事な勝利です。短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭はカルメンシータ、カルメンシータ先頭、騎士センチュリー迫る。最内から一気に騎士センチュリー、カルメンシータ、カルメンシータ1着、2着にはどうやら騎士センチュリー、カルメンシータ、見事1番人気に応えました。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のエンゼルドール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。先行争い何が行くでしょうか。ノーキャシー前に行きそうです。続いてノースフライト、マザー東証そのうちに続いています。その外にグレートポーラ、第一理科そのうちに続いています。雪の美人、好位をキープ、赤の帽子メイクフレーム、その後ろ、その外にエンゼルドール、アドマイアシスタそのうちに続いています。緑の帽子ラグビードーター、その後ろ、その隣にクリスマスディール、内からはエトワールアンバー、ピンクの帽子ベガ、その後ろ、すぐ隣に末広女王、ノーブルアンジェラそのうちに続いています。
ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。エンゲルリーゼ、ここで先頭が入れ替わりました。グレートポーラ、エンゲルリーゼ2番手に控えました。雪の美人 B1 です。さあここからどうか。先頭はエンゼルドール、エンゼルドール先頭、2番手は雪の美人、追いすがる。目がいっぱいになった。あと 200m、 一気に後続がやってきた。雪の美人頑張れるか。ベガ差を広げる。2番手は雪の美人、ベガこの馬で決まりか。ベガ今ゴールイン、段違いの強さです。ベガ1着、2着は雪の美人、これが世界の実力だ。ベガ